はい、こんにちは、豆と申します。思い出の記憶実況プレイ続きやっていきたいと思います。じゃあ前回研究室の鍵を手に入れたので、今回は研究室に入っていこうっていうところからいきます。よかった、開いたみたい。はっ、ストーカーと呼ばないであ、なんかこれめっちゃ人型してない？どうしてこんなところに木が。特に調べなくていい系かな。なんかすごい不思議な部屋だよね。研究室だもんね。不思議に決まってんだよね。あ、気のせいかな。木の真ん中のところに女の人の顔みたいなのがあるよね。あるよね。気づいてたよ。うーわ、気味悪すぎ。これ子供だよね、絶対。子供だよね。誰かいるし。誰？あ、私以外にも人が。あの。おや、ああ。なんだ、君か。いろんなものが入り込んでると思っていたが。え？いやー。でも君でよかった。こちらも探す手間が省けたよ。悪魔かな？私を探していたんですか？あの、この館が何なのか、あなたはご存知ですか？私、調べ物をしてて、それでこの館に。この館はとても素敵なところだろ？至るところに私の研究成果が現れている。これ、じいちゃんの言ってた、友人じゃない？素敵？私には、とてもそうは思えません。まあそんな話はどうでもいい。どうでもよくなんかないです。私この館から出られなくて。出られない。そうか、この館に住む者の仕業だろうな。だがちょうどいい。あの死に損ないとも、たまには役立つではないか。せっかくの再会だ。君ももっと喜んではどうだ。よくわからないのですが。そうだな。あの時君はまだ幼すぎた。ああ、絶対そうなんだ。でも、私はいつも君を欲しがっていた。君を、ルイフの家で見かけた時からね。え、おじいちゃんの家？あなたは一体、どうしてこの館にいるんですか？それは実に簡単なことだ。私がこの館の主だからだよ。へえ。ごめんね、少し眠っててほしいんだ。こっちも突然の来客だったから、いろいろ準備ができてなくてね。薬の調合が終わるまで部屋でゆっくりしててくれ。うわぁ、ここ。なんで、あの人に閉じ込められた。なんでなの？私、どうなるんだろう。嫌だよ、花と同居なんて。私、死ぬのかな？お父さん、お母さん。お。なんだか嫌な感じだな。空気が張り詰めてるというか。そりゃあね、なんたって悪魔の巣窟だし。とにかく、レイちゃんを探さないと、いつ危険な目に遭うかわからない。もう会ってたりして、縁起でもないことを言うな。冗談だって、半分は。バルツ、ふざけてる暇があったら探せ。おー、怖っ。ところでさ、芝。もう今度は一体何なんだよ。これ以上ふざけてたらさすがに怒るぞ。いやいや、今回はちょっと真面目な話。後ろに何か落ちてるみたいだけど、調べなくていいの？え？これは、何だったの？お金？いや、どうもライターみたいだな。ライター？なんでそんなもんが扉のところに落ちてるわけ？
さあ、そこまではわからない。ま、いいんではない？もらっとけば？釈然としないが、一応持っておくか。ライターを拾った。そんじゃ行きますか。ああ。じゃあ、ああ、また階段が、お、色の違う。かわいいよな、こいつ。光る玉か。不気味なものばかりだ。こんなところに絵画を描く。あー水がまだ乾いてない。割れてからそう時間は経ってないみたい。あー、ここに行ったらまた踊っ、あー、あいつがついていったのか。こういうものを集めるのが趣味なのか。こいつがついていったんだな、ストーカー野郎。随分と悪趣味な像だな。どうしたアバルツ、何か見つけたのか。いやー、ちょっとね。見てみなよ、このイカ。イカ？これは、イカの色が違う。というよりも、ここの床だけが他のイカより汚れてないだけ。なんか、いかにもここに何かありました的な感じがすると思わない？確かに。おそらく、ここにあったのは隣のものと同じ形か、あるいはそれに似ている形の石像だろう。石像？随分ピンポイントに来たね。なんでそんなことがわかんの？この館を見ていて思ったんだが、この館の中は大体左右対称の構図を構造していると思わないか？そんなの見ていないし、気にしていられないって。個人の趣味に興味ない。お前だな。で、石像だったらどうだったわけ？普通石像が動くか？俺の経験上、石像は動かないものという概念がある。だろ？なら、悪魔の仕業かもしれないってことだ。あらら、早速レイちゃん危険じゃん。急ぐぞバルゼ。時間はあまりないかもしれない。俺、追い詰められるとがぜんやる気出てくるタイプなんだよね。精巧な作りだと感心していいものなのか。どうしたもんか。何をしたらいいものか。何をしたらいいものか。お、これは檻？何か閉じ込めていたのか。特に何もない的な。はい。どうしたら階段が出てきてくれるのかしら。あ、フラグを立ててなかったのね、私。おかしい。館っていうくらいだから、もっと部屋数があってもいいはず。って言ったそうな顔してるね。まあね。確かに、この部屋と、左右の部屋しかないわけだよね。何か仕掛けでもあるのかな。そんな悩んでる芝君に、残念なお知らせです。その呼び方やめろ、気持ち悪い。気にしない、気にしない。で、お知らせっていうのが、俺ら、この館に閉じ込められたみたい。さっき、ちらっと出口見てきたんだけど、出口なくなっちゃってたし。なんだって？この館の中、変な力が渦巻いてるから、誰も出られないんだよね。なんてこったい。そんな、陽気なこと言ってる場合か。レイちゃんを見つけるしか、道はなくなったな。みたいだね。どうせレイちゃんを見つけるのが仕事だったんだし。もともと出口いらなかったんじゃね。帰るときどうするんだよ。その前に帰れるか、だけどね。でも弱ったな。これ以上どうやって進めばいいんだ。そんな芝くんに嬉しいお知らせです。なんとここに、隠し通路がありました。というか隠し階段。初めから気づいていたのか。想像にお任せします。とにかく進む道は決まった。礼は言ってく、おくよバルツ。はいはい。
めんなさい、途中で切れちゃった。じゃあ続きやっていきたいと思います。バルツ、どうした？この絵画に描かれている女の人はめっちゃ俺の好み。お前帰れ、本気で。ほう。また絵か。じゃあ一応セーブして、さっき辿ってきた道を、なんか上にあるって言ってたけど、この人だったら取れるんじゃないと思ったけど、一応全部書きかかってるのが調べたかった。はい、じゃあ同じ道を辿っていきます。お、うわぁ、嫌な力働いちゃってるね。この扉、術か何かで閉ざされている。よっぽどこの先に行かせたくないのか、それともこの先の部屋にいる何かを閉じ込めておきたいのか。バルツ、解けないのか？ちょっと無理かな。仕方ない、別の道を探そう。行こう。やばいな、想像以上に力取られてるっぽいね。この北の館は魔力を吸い取っちゃう的な？どうでしょう。お、古い鍵を手に入れた。じゃあどっかが、ああ、早速開いちゃった。またなんか、これもしかして全部が、わかんない。これは何かの暗号か？お、何ですか？古い鍵、ああああもう、やばい、今回本当に。なんか前回と違ってすごいホラー要素がすごいんだけど。赤い宝石は正義の乙女のもの、白い宝石は欲望の乙女のもの、黒い宝石は純粋の乙女のもの。はい、これは宝石。器用だなぁ、バルツェ。なんか怪しげな感じじゃない？罠かもよ。でも何かの手がかりかもしれない。で、お前何してるんだよ。ほんとだよね、突っ込みたくなるよね、絶対。これ意外と楽しいよ。足滑らせたら死ぬのがスリル満点で素敵。やばい。まったく、少しは真面目に探してくれ。ハムスターかよ。ごめんごめん。これでもちゃんと調べてたんだよ。はい、これ。人。なんだこれ。そこの水車に引っかかってたの。何かの役に立つかもよ。ヒントの可能性もあるんだし。そうだな。一応持っておくか。謎の目も2を手に入れた。で、どうする？罠かもしれないけど、宝石持っていく？持っていく。レイちゃんを見つける手がかりになるかも。オッケー。はい。赤、白、黒、宝石手に入れた。見つけた？嘘つき。嘘つき。あーらら。取らないで。私の宝物、返せ返せ。私から幸せを奪った奴は殺してやる。うわ、なんかやばき。バルツェ狩るぞ。いや、この館の中じゃ狩れないと思う。こいつら執念で生きてやがる。どういうことだ？執念だけで生きてるから、その執念を断たないと無理ってこと。ちなみにこの館にいるせいか、執念の力倍増って感じ。仕方ない、一旦ここを離れよう。ついてこなきゃいいけど。逃げですか。あ、走りすぎちゃった。ごめんなさい。はい。え？どうすればいいの？あ、私押し下げなの？お、いけたいけた。え？マジで？
その宝石、多分彼女たちのだよ。返してあげれば執念も消えるはず。返すってどうやって？そこは自分で考えな。俺の助言はここまで。頑張って。ちょー、今返そうとしたのに。超真剣です。激激真剣です。はいはい、やだ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 。こいつが赤で、こいつが黒で、最後が白。やっと溶けたよ。やばい、額の汗がめっちゃやばいわ。はぁ、ほんとだよ。なんとかなったみたいだな。お疲れー。いやー、さすがに焦ったね。お前は何もしてないだろ。助言あげたでしょ？もう忘れたの？それよりも。ん？じゃーん、見て見て。それ、鍵か？反応薄い5点。で、その鍵どうしたんだ？シバが宝石を彼女たちに返したとき、絵画から出てきたんだよ。絵画から出てきた。そうそう。彼女たちなりのお礼かもね。そうか。暗闇の間の鍵を手に入れた。あ？バルツェ。何かあるな。こやつにも何かあるな。真っ暗だん、真っ暗だんって言えてない。どうすんの？バルツェ、お前、惹かれないのか？あのさ、俺を何だと思ってるわけ？大体、光ってる悪魔とか嫌でしょ？何か明かりになるもの持ってなかったかな。あ、ライター。俺のことは無視なのね。あ、そういえば玄関で拾ったライターがあったな。まあ、なんとかなりそうだね。おい。あ、そうなのね。じゃあ、今回は一旦ここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイバーイ。